全国高校野球選手権、西日本短大付録の4カナアシノー、9日1回戦、甲子園6年ぶり出場のカナアシノー、秋田、が、西日本短大付き、福岡、に敗れ初戦で涙を飲んだ。先発マウンドに上がったのは6年前、準優勝に導いたエース吉田規制、現オリックス、ノーと、大輝、2年。 直球は最速146キロをマークするなど威力十分だったが請求が乱れた。5回には3アンダと3四球に冒頭が絡み4点を失った。先輩の代でエース番号をもらっているので、絶対に抑えなきゃいけなかったんですけど、初回から自分の不甲斐ないピッチングばかり出て、点を取られてしまって。3年生に本当に申し訳ない。目を赤くして、振り返った。 7回、154玉を投げ9安打5四球3冒頭2三進5失点で敗戦投手。スタンドで見守った兄の前で白星をつかむことはできなかった。旋風を起こした兄を思い浮かべ、同じ舞台に立てたことは嬉しいんですけど、自分はまだ甲子園にふさわしくないピッチャーだと分かった。9回を投げきれず悔しい甲子園デビュー。来年に向け、 もうこれからは絶対マウンドは誰にも立たせない、譲らない気持ちでやっていこうと思います、と誓った。浜本真意、主な兄弟登板金足脳はオリックス吉田犠牲、18年夏順部位、脳と大輝が先発。最近の主な兄弟登板では3、6年密聖学院の桑鶴康弘、雄太、22から24年八戸学院光星の洗井台、荒井大 保人、ヒロラがいる。七十九、八十年、アゲオのニ村哲、鉄、ケンジは二年連続。九十一、九十四年、市川、山梨、の日渡し拓也、祐也はともに夏の大会で勝利がある。八十三年には東海第一、現東海大静岡商用、の杉本康則、直彦、双子、双子が、春夏ともに先発した。